第一次インパ戦争は、カシミールの帰属をめぐり、インドとパキスタンの間で行われた戦争。インパ戦争の最初のものである。この結果、カシミールは両国が分割して、実効支配することとなった。停戦直前のカシミール1945年9月2日に、第二次世界大戦が終わった結果、イギリス領インド帝国は解体されることになったが、 1947年8月15日に正式に独立するにあたり宗教対立の影響からヒンドゥー教と中心のインド連邦とイスラム教と中心のパキスタンとに分かれて独立することとなった。イギリス領インドは直轄領及び反王国からなっており、ほとんどの反王国はインドまたはパキスタンに帰属することで問題は少なかった。しかし、 いくつかの反王国では、問題が生じ、両勢力に挟まれたジャンムー・カシミール反王国についても同様であった。ジャンムー・カシミール反王国は、藩王のハリシングがヒンドゥー教徒であり、住民の8割がイスラム教徒であった。そのため、貴族を決めかねていたが、インド・パキスタンの独立後、両国から貴族への圧力がかけられていた。ハリシングは、 独立を望んだが、住民間ではパキスタンへ帰属を求め、暴動が行われるようになった。10月21日には、イスラム教徒の民兵がパキスタンから侵入を開始し、これに対抗するため、ハリシングはインドへ武力介入を要請。10月27日には、シュリーナガルへの兵力展開を開始し、第一次インパ戦争が勃発することとなった。まもなく、 パキスタン正規軍も投入され、カシミール西部を中心に戦闘が行われた。国際連合は1948年1月20日の国際連合安全保障理事会決議39で持って停戦を求めたが、戦争は継続され、停戦となったのは1948年12月31日のことであった。この戦争の結果、カシミールの6割は、 インドの実行支配するところとなり、残りがパキスタンの支配下となった。停戦監視のため、国際連合インドパキスタン軍事監視団が派遣されたが、恒久的な和平は結ばれず、1965年に第二次インパ戦争が勃発することとなる。ありがとうございます。